はあの物語を覚えてる？空と幼馴染のカイリ、親友のリク、三人はいつも一緒。海の向こうの別の世界に期待を膨らませていたんだ。空は変わらないでね。え？海の向こう行けるといいね。そんな友達との日々は闇の扉が開き一変する。扉が開いたんだよ空、俺たち外の世界へ行けるんだぜ。見たことのない世界に飛ばされた空が出会ったのは、愉快で頼もしい仲間、魔導士のドナルドと騎士隊長のグーフィー。ねえ、僕らの船でいろんな世界に行ってみようよ。空たちを待っていたたくさんの出会いと冒険。あなたたち、どこから来たの？そして、戦い。そうか、お前が鍵を持つ少年か。世界はもうすぐ闇に覆われる。鍵穴も、この世界も、お前の思い通りにはさせない。キーブレードの力に目覚めた空の前に立ちふさがったのは、闇に落ちた親友のリクだった。お前、誰なんだ？我が名は、アンセム、闇の探求者。俺の武器はキーブレードじゃない。繋がる心が、俺の力だ！空の旅はまだ続いている。ここからさらに、物語は激しく動いていくんだ。